D4 フェスは本当に楽しいの。屋台で美味しいものを食べたり、みんなと一緒に盛り上がったり。あれ？あそこにいるのって。ふーん、今回の D4 フェスもそれなりにレベル高いじゃん。でも今回だって勝つのは私たちピーキーピーキー。しのぶちゃーん！ミーコ？ってでも何やってんだよ。だってしのぶちゃんが避けるから。ミーコはただキューってしようとしただけなのに。だってそんなの恥ずかしいだろ。恥ずかしくないの、しのぶちゃんは可愛いからいいの。はあ、意味わかんないから。とにかくこれがお友達の証なの。えい、嫌だ。えい、だからやめろって。もう、しのぶちゃんはミーコが嫌いなの？はあ、別にそうは言ってないだろ。じゃあ避けたりしないでほしいの。そんなことで泣くなよ。だって、ああ、もうわかった、避けないから。わーいなの。キュー、こんなのの何が楽しいんだか。そういえばしのぶちゃんは一人なの？ピキピキのみんなは？それぞれ好きなことやりに行ってる。それに敵情視察は一人の方が落ち着くだろう。敵情視察？あんたもじゃないの？ううん、ミーコはみんなのステージを見るのが楽しいから来たの。イエーイって声を出すのはステージのみんなとおしゃべりしてるみたいだし、同じものを見て盛り上がるのは隣の人とお友達になったみたいなの。昨日まで知らなかった人とどんどんお友達になっていくの。会場にいるだけでお友達がたくさん増えていくの。 D4 フェスって本当にすごいの。へえ。なに、しのぶちゃん。いや、そんな考えもあるんだって。面白いじゃん。そうなの、 D4 フェスは面白いの。面白いって言ったのはそっちじゃないんだけど、まあいっか。じゃあ私そろそろ行くから。どこ行くの？見たいもんを見たし、ホテルに帰る。じゃあミーコも一緒に帰るの。はあ、このままで？いやだ、やめろ。いいの、仲良しの証なの。ミーコとしのぶちゃんはお友達だもん。僕の配信は宇宙一面白いよ。よかったらチャンネル登録よろしくね。